皆さんこんにちは、魚類学チャンネルです。このしましまの魚は親ビッチャというスズメダイ科の魚です。体側にある5本の横帯が特徴ですが、親ビッチャによく似たスズメダイがいます。それがこの六線スズメダイです。今回は親ビッチャと六線スズメダイの見分け方をご紹介します。親ビッチャも六線スズメダイもスズメダイ科親ビッチャ属の海水魚です。この2種類を並べてみましたが、少し似ているものの違いが分かりそうです。ただしそれでも分からないという方がいるそうなので、見分け方をご紹介していきます。この2種類を見分ける方法というのは実は一つだけ。それは尾びれです。親ビッチャには尾びれに縦線が入らず、うっすら黒くなる程度なのですが、六線スズメダイでは尾びれに明瞭な黒い縦線が見られます。なお、六線スズメダイは英語名でシザーテールサージャントと呼ばれております。シザーというのはハサミのことで、尾びれの模様をハサミに見立てたのでしょう。一方、親ビッチャは英語でインドパシフィックサージャントと呼ばれております。これは親ビッチャがインド太平洋の極めて広い範囲に生息していることにちなむようです。ちなみに色彩について青くなるのが六線スズメダイ、白っぽいのが親ビッチャとされることもあります。しかし、親ビッチャもたまにはこのような青みを帯びた色彩になりますし、繁殖シーズンには極めて鮮やかな青い婚姻色の出た個体を見ることもできます。一方、六線スズメダイは長く飼育していると鮮やかな青が薄くなることもあります。婚姻色は黄色っぽくなり、黄緑色の斑点が散らばるようになります。ですが、親ビッチャのように背中だけ黄色いなんてことはならないようです。なお、幼魚、成魚で見分け方は変わりません。親ビッチャは尾びれに縦線がないこと、背中がやや黄色みを帯びるのが特徴です。六線スズメダイの幼魚も成魚同様に尾びれに縦線が入ります。ただ色彩はあまり青くなく白っぽい感じです。さらに小さい個体では尾びれはこの写真の個体のようになります。親ビッチャも六線スズメダイも太平洋側に広くいます。幼魚は流れ藻など浮遊物につく習性があり、それらに乗って長い旅をします。親ビッチャはスズメダイ科の中でも特に広く分布し、青森県以南の日本各地に生息しております。太平洋岸だけでなく、日本海岸にも数は少ないですが、毎年流れてきます。一方、六線スズメダイはやや南方系で、関東沿岸ではまれで、三浦でもあまり見ないようです。日本海では兵庫県でも稀に見られるようですが、親ビッチャのように毎年流れてくるわけではなさそうです。どちらももちろん琉球列島では普通種ですが、高知や鹿児島、宮崎、和歌山といった地域でも越冬しているようです。海外では親ビッチャも六線スズメダイも、紅海、南東アフリカから中央太平洋に分布していますが、六線スズメダイの方はハワイ諸島には分布しておりません。その代わり、ハワイにはハワイアンサージェントという特産の親ビッチャ属魚類がいたりします。親ビッチャも六線スズメダイも熱帯魚らしい美しい色彩をしているため、食用にするのはためらわれることも多いのですが、いずれも美味しい魚たちです。意外と脂が乗っておりまして、焼き物などはかなり美味しい魚です。ですが、この仲間はアクアリウムフィッシュとしてのイメージが強い魚たちです。実際に磯で採集した親ビッチャや六線スズメダイを飼育している愛好家の方も多いのですが、20センチぐらいまでと結構大きくなることと、性格もきつめでおとなしい魚とは飼いにくいなど、安易に水槽には入れにくい魚たちですので、お持ち帰りするかどうかよく考えてからお願いいたします。どんな魚もそうですが、一度持ち帰った魚は海に戻してはいけません。寄生虫や病気などが野外に放出される恐れがあるからです。ということで、今回は親ビッチャと六線スズメダイの見分け方をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。